なんだろう、彼はもう先にアメリカに住んでいたりとかしますけど、まあどこでも一緒なんだけど、まあ結局はロックンロールの場所は外だったりとか、どこでも一緒なんだけど、俺もまあ夢は一緒だから、まあなんだかんだ結局いるんだよねって、通訳しにくいこと言っちゃってすんません。どんな子供だったんだろうな。I don't remember. Long time ago. なんだっけな。Maybe, Beatles. Rock and roll music. Maybe. Just guitar. No teacher. Myself.My master, first time, my master is Rick Nielsen, Cheap Trick. Yeah. Anybody else? And Kiss, Ace Frehley, and my favorite one.The Jimmy Page. ね、多分高校生の時に、別の、まあ、友達とバンドを組んで、でコンテストに出たですよ。その時に X も一緒に出てて、初めて見たのはそこだったんですね。でその時は別に会ってないんだけど、その後にいくつぐらいの時だったっけな、二十歳前かなぐらいに、うちのバンドのドラマーが抜けちゃって、でその時 Xはメンバーいなかった、活動してなかった時だったんで、まあ、ヨシキとトシしかいなくて、でヨシキにちょっとサポートを頼んだんで、その時に初めてヨシキに会ったのかな。でその時の後に多分トシにも会ってると思います。でヨシキをこれ引っこ抜こうと思ったんだけど、逆に最終的に引っこ抜かれたっていう形になってるんですけど、バンドに。そうだね、まあ曲覚えていくのがいっぱいいっぱいだったっていうのだけしか覚えてないかな。複雑は複雑だよね。でも、昔はそういう譜面を渡されたことあったけど、最近はないかな。俺後から入ったんで、元から X。のヘアでビシ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 メイクで、なんか奇抜な格好してたバンドになぜか俺入っちゃったんですよね。なんでとりあえずそういう人になっちゃった。